ズームが3、4件ありますね。ちょっと気合い入れていこう。まずは役員会でズームになりました。お疲れ様です。すいません、あれです、海外絡みでちょっと何ができるかなっていうのをちょっと商品ラインナップをちょっと僕も仕入れたくて、で、5分だけ待ちがあるんですけど、 YouTube チェック。わかりました。そうか、はい。ああ、全然全然、はい。ええ、つなぎます。はい、クライアントなんで、はい。ガブ、お散歩行こうか。お散歩。はい、行きましょう。行きましょうね。You control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 ジムも行かずに、会を行ってメンテナンスの日だったので、今から読書して、来月また次ハワイに、もうこれはガチ仕事なんで、ちょっとそれのホテルを3日間分ぐらい取らないといけないんで、ちょっとそれを取ります。3泊で30万ぐらいします。映画部散歩ですよ。お散歩、お散歩ですよ。なんか鼻についてるけどなんか鼻についてるですね。鼻ついてる、大丈夫。今からジムに行きます。7時、先にジムを終わらせて、あとは、ちょっと資料をまとめやります。よろしくお願いします。今日背中と軽く全身やります。一昨日サッカーしてそれぶりなんで、ちょっと頑張ってきます。ではちょっと行ってきます。今からスパークのクリニックに行きます。マッサージ終わりました。で、今から焼肉食べて帰ります。シャワーも浴びたし、体のメンテも終わったし、で、帰ってちょっと資料のまとめが2ほど止まった。
散歩ですね。どうぞ行っていきたいと思います。そうなんです、お尻ついちゃいますよねこれ普段はもうずっと見えるんですか、外まで。はい、見えますね。あの今日は今日天気が悪くて、はい、本当は海まで見えますよ。海まで、はい、あそこで海出てまいります。うわー、これは惜しい。それからね、そのあたりなんか千葉の方まで見えますよ。え、これ結構大体こんな感じですか。もう今日は珍しく曇ってますか。いや、昨日一昨日からちょっとこんな感じになってるから。あ、そうですか。本当は綺麗ですよね。本当海の船も見えますよ。綺麗です。うわ、見たかったな。朝はチャンスありますか。朝はチャンスありますよ。よし、どうなるか明日分かんないけど。惜しかったな、見たかったな。リトリートに来ました。めちゃめちゃいい、すごい。Found out what made me angry, then use it to your ability. Now you're trying to avoid me. You're the big problem here, a bully to many for so many years. Now shut your mouth. やばい、ちょっと遅刻してます。今からお昼ミーティング、ランチミーティングです。お寿司を食べながら優雅に過ごすつもりだ。遅れてます。車で来てタクシーに乗るという暴挙。またニキビできた。最近ランチミーティングはお寿司に個人的にハマってまして、僕がセッティングして来るようにしてるんですけど、今日は銀座の小樽寿司で、前回は赤坂行ったんですけど写真を撮り忘れました。すいません、ちょっと行ってまいります。ランチ、お寿司行って、で今帰ってます。で4時から、久々に観葉植物今2本注文したんで、それが届くの、1本だけ届くんで、それをちょっと受け取らなきゃいけなくて、今ダッシュで戻ってます。楽しみ。ではちょっと帰ります。シャワー出まして、今からまたスライド作りを続けよう。言ってたあれですね、コンテンツのスライドをちょっと作っていきます。過去の知識とか経験に頼るよりも、それをいかに早くアップデートできるかですね。で、正解がないからこそ、皆さん個人個人が自分はどういう職業人生を送りたいのかということを見つめるというのが非常に重要だ。よし、ちょっと一旦今日もランチミーティング入れてるんで、また同じだな。有楽町じゃなくてどこだこれ。日本最古の中華を今日はしながらランチミーティング、日比谷だ。はい、ということでちょっと行ってまいります。着きましたが、カメラを何かあります。すごいね、めっちゃいいとこ押さえてる。男2人なのにめちゃめちゃいいところをご予約いただいてますね。ありがとうございます。すいません、
TOEIC の結果、今4月4日なんですけど、 TOEIC の結果返ってきて、え、ビビるぐらい点数あるんですけど、600点、え、多分400点ぐらいだと思ってたんですけど、600点ありますね。リスニングが365点、これ僕の本当に思ってたのビビるぐらい高いんですけど、確かリーディングはね時間なさすぎて全然解けなかったんですけど、リスニングがめちゃめちゃできてる。うわ、やっぱり僕全然英語ダメでした、これから頑張りますっていう動画にしたかったんですけど、意外に合ってしまった。あのできる人からしたら大したことないかもしれないけど、僕本当に留学もしたことないし、大学もどうしたの受験以来なんで、本当に USCP 勉強しただけですし、逆にそれで上がったのかな、ちょっと。まあでもリスニングはないですからね。ということで、ちょっと一旦テストスコア発表でした。頑張ります。